カップの2というカードですね。2つのカップが描かれたカードです。2人の男性とね、女性、男女が描かれていて、それぞれが1つずつカップを持って立って、向き合って立っています。こんばんは。はい、今日は2014年8月9日土曜日です。今日もタロット占いの実例を一つ紹介したいと思います。つい先日受けたご依頼ですね、これも縦書きのチャットの方で受けた依頼です。恋愛の相談ですね。恋愛ということで、彼氏ができるかを見ていただきたいと、そういう相談でした。相談者は女性の方で、もちろん彼氏ということでね、相手は男性ということになりますが、今まで一度も彼氏がいたことがないという方の相談です。まあ占いをするときにね、彼氏ができますかと言ってね、できるできないということを占うのは簡単なんだけど、まあ私もね長いこと占いをやっていますが、未だに、占いというものを理解していないのかどうなのか、私自身もよく分かんないんですが、非常によくある質問だよね。彼氏できますか、彼女できますか。でそれでポンポンと占える占い師っていうのはすごいなと思うというか、そういういい加減な占いをしていいのかなと思うこともあるんですが、大体そのできるかできないかね、例えば今二十歳そこそこの女性からの相談だとして、残りの人生あとまあ長くて80年ぐらいあるわけですよね。その残り80年の間ずっと恋をするチャンスは当然あるわけですね。100歳になっても恋はするでしょう、人によりきりだけどね。なので、残りの80年間の人生の間に、彼氏ができますかみたいな、そういう意味の質問になってしまうと思うんだけど、そこのところを占い師の方は何も聞かずに勝手に判断をして、あと3ヶ月以内とかね、1年以内とか、そんなことを勝手に判断して占ってしまうんでしょうかね。私はよくわかりません。私はそこのところはちょっとね、性格的に納得がいかないというか、適当な占いをしたくないし、適当な占いで納得してもらえるとも思わないので、やっぱりきちんと相談者には聞きます。死ぬまでのね、残り80年間の間に一人は彼氏ができるかどうか占いたいんですかとかねまあそんなことを聞くわけですが、一応今回も聞いてみたところ、それだと結果が怖いので、今年に限定して占っていただきたいですと、そういう答えが返ってきました。ということで、今年というと今8月なので、今月を含めると9、8、9、10、11、12と、約5ヶ月間ということになりますね。でこの約5ヶ月間、これぐらいね限定しておけば特に問題はないと思います、誰が占う場合でも問題ないでしょう。これで占っても構わないと思います。ただ、ここはもう私の性格私の性格によるのかどうかもわからないですが、やっぱりここもさらに限定して決めておくべきだと思うのは私の考え方なんですが、今年中ということはやっぱり12月31日までということになりますよね。さらに言うならば、12月31日の23時59分59秒まで、ね、そこまで限定して、初めて今年中という制限が成り立つと思うんですね。例えば、31日中とかそういうふうに言っとけば問題ないんだけど、特に大晦日なんかはね、除夜の鐘をこう聞きながら年越しをするわけだけどね、だいたい深夜ね、
0時までみんな起きてるわけだよね。その前後に突然誰かがね、現れて恋をするなんて、そんなこともありえない話ではないので、うんね、最後の、ね、1秒まで粘りに粘って可能性をね、捨てないと、そういうつもりで、うん、まあね、占ってみるべきなんじゃないかなと思います、うん、まあね、そこに迷いが一切ない状態で占いにね向き合うというのが一番いいと思います、うん、少しでもね、もしかしたらこうね、なんか違うんじゃないかという気持ちがほんの少しでもあると、せっかくいい結果が出てもね、やっぱりあの時占ったのはちょっと不安だと思って結局信じることができなくなってしまう。まあそれだとね、結局占った意味はなくなってしまうということなので、うん、なので、まあ、なんとなく期間を定めるということでもね、特に問題ないと思うんだけれども、やっぱり、うん、まあ、私のポリシーというか占いに向き合う姿勢としては、可能な限り厳密に期間を設定するというふうにしてやっております、まあ、他の占い師がどういうね、形でやってるか分かりませんが、まあ、私はそんな感じでやってます。今回もそんな感じで2014年12月31日23時59分までということで、59分59秒までということで、期限を設定して、その間に、まあ、今日からね、今から、たった今から、この瞬間からそのね、期限の瞬間までの間に彼氏恋人ができるのかどうかということで、タロットカードをめくってみました。ワンオラクル1枚占いというね、タロットめくったカードは1枚だけですが、めくられたカードはこのカードでした。はい、このカードですね。カップの2というカードですね。2つのカップが描かれたカードです。2人の男性とね、女性、男女が描かれていて、それぞれが一つずつカップを持って立って向き合って立っています。まあ、2人の間にはね、こんな、なんか変なものが描かれてます豆知識的なことを言っておくと、一応ヘルメスの杖とかね、カドケウスの杖とか、そんなふうに呼ばれている杖ですね、魔法の杖みたいなものが描かれています。真ん中にこう棒があって、その周りに蛇がこう2匹巻きついているみたいな感じ でその頭にライオンの頭と翼が描かれているみたいな、まあ、意味はよく分かりません、私もちゃんと勉強した方がいいんですが、まあ、深く考えないようにしましょうね。見た目、とにかく女性が1人、男性が1人、まあ、若い男女がね向き合っていると。解釈は非常に単純というかシンプルです。占い結果としては、男性と女性が向き合って出会っていると、そういうふうに解釈すれば、当然、今年中に、相談者の女性が男性に出会うことができる、彼氏ができると、そういうふうに解釈することができます。もうそれ以上にもね、難しい説明一切必要ないと思いますね。この絵を見ただけでパッとね、あ、出会いがあるんだなと、そう直感的に感じてもらえればそれで十分だと思います。なので占い結果としては、今年中に、彼氏はできるでしょうということになります。まあポイントは、期間をきちんとね、厳密に定めると、そういうことです。そんな感じの占い結果でした。ではまた。